八王子市民球場は東京都八王子市にある野球場。緑豊かな藤森公園内にあり、ナイター施設や放送設備を有し、公式野球もできる野球場である。高校野球の予選、プロ野球イースタンリーグで使用されるほか、当都大学準公式野球連盟のリーグ戦を中心に大学準公式野球の試合も多く行われる。 1956年開設。同年7月25日には、プロ野球公式戦、巨人対対応戦が開催され、延長12回4から5で、巨人が敗れている。1989年に発売されたユニコーンのシングル、デーゲームの PV の舞台として使われた。2016年3月、大和ハウス工業南多摩支店が、命名権を取得。 同年6月1日より5年間の契約期間で名称については公募で決定されることになり、結果、大和ハウススタジアム八王子と発表された。2020年には、第102回全国高等学校野球選手権大会が開催中止になったことにより、本球場にて、東京都高等学校野球連盟主催による独自大会2020年夏季東西。 東京都高等学校野球大会の西東京大会の予選と決勝戦が開催され、さらに西東京大会優勝校対東東京大会優勝校による対抗戦が実施される。2021年5月、八王子に本社を置く工業用接着剤メーカーのスリーボンドが5年間の契約期間で命名権を取得し、6月1日から新たな愛称が スリーボンドスタジアム八王子となった。なお、スリーボンドは同じく八王子市の上、ゆずき公園野球場の命名権も同時に取得し、同球場の愛称はスリーボンドベースボールパーク上ゆずきとなっている。ありがとうございます。